あれ？あら！まずいんじゃないこれ。あらららららってなってるんでしょこれ。あらら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 細かいことで悩むはずがないと僕は思います、はい、しかしなぜ彼女はいつも細かいことで悩んでいるように見えるんだろう。そういう日もあるからな。今日上司に怒られた、はい、まずいぞ聞いてやんないと。前と同じセリフが、うん、そうだね、右だな。いいよね、前は右だったけどクリックできないもんな。できないね、うん、あでも同じこと言ったら何も考えてないと思われない。バカ、もうだって同棲してるぐらいだし。それにね、うん、マジか。それは関係ない。これ関係ないもんな。まずいぞ。どうすればいい。あれ何も押せない。顔見て話す。ああやっちまったが。こうか。それだ。これが大切だったのか。あ、そうだね。一番大事だよ。うん、隣に。違うんだから。いや、よかった。ギリギリセーフじゃない。間に合ったってことだもんね、これね。間に合った、間に合った。危なかったよ。同じセリフ、同じこと言って。お前よりノイ君の方が全然聞いてくれるわって言われるとこあったよ。隣にいるし。ミキの方がずっと聞いてくれるわよって。ぶねえ。だから僕は彼女のそばにいて、はい、話を聞いてあげるだけで十分だと思った。その通り。モテるね。変なこと言わない方がいいんだよ、こういう時。ぶねえ、よかった。よし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 。もう笑ってる、笑ってる。近づけば近づくほど遠くから見えない結果も見えてきます。これもゴミをね、なんとかできるっぽいな。一緒に暮らす二人の間に食い違う時が必ずあります。あります、はい。その時は僕が折れるか、彼女が折れるかの二択だった。そうなんです。意外と不満が出てきたが、残業へ家に戻った時、彼女は大好きな韓流ドラマを見ていた。おゴミが散らかっている。僕はどうするかだな。もう自分で捨てる。お菓子のゴミやティッシュくずなどが散らかっています、うん、君ならどうする。ニコニコ笑顔で拾って、うん、あって気づいたら、うん、ちょっと汚れてるね、一緒に捨てようぜぐらいで。マジか、うん、優しいな君は。君ならえ言わなくてもこのソファーをひっくり返すかなんだこらって。でもまあ片付けるしかないよな。おう、あでもここは二択なんだね。僕が片付けようよ。はい。いやでもどうなんだろうな。こうやってさ我慢して、して、うん、いや僕の問題なんだよ。こうやって自分の中に溜まっていく何かを、うん、抑えて抑えて彼女のためにってやっていくのが、うん、果たして正解なのかな。今後考えたら良くないよね。結局どっかで爆発する日が来るんじゃないのか。うん。だから僕はあえて半分ぐらいを片付ける。分かってるね。だろ。彼女も気づいたね。まあ時間かけたのもよかったんだよ。そ半分すぐさささささって行かずにな。ゆっくりこれまあこれあー仕方がないかみたいな、そういう。なんでオールの iPad ゴキーにうつーってなるべ。片方が折れるより折れ合う方がいいでしょう。うん、当然分かり合ってきたね。どちらかに頼り切るよりより一層二人の方が倒れにくいでしょう。いいこと言うわこのゲーム。初めからゴミ箱よく置いとけだよな。前の鼻くそくるんだ髪だろうが。時が流れ、私たちの出会いからすでに3年は経ちました。選べるやつがないか調べとこうな。ゲームジャムで会い、最初に話しかけられた時は少しびっくりしました、うん、実は話しかけられた時少し嫌だったんだ。あなたの女性側のテカテカだし、うん、そうそうそう、ピンクだから、はいはい、その場ならもっと自然に話す内容があったでしょう。あれあれ。あ、振り返り、そんな感じだね。振り返り入った。私に何があったら最初に伝えたい人に君はなりましたか。これはいいことだね。初恋のことは覚えてますか。寿司食って。違う。なになに。A 型。A 型。初恋たのに何も準備してくれなかったことが少しがっかりでした。何。でも店決めてたよ、ね。10個も10個も探してきたね。ダメか10個じゃ。初めて。手を繋いだ時のことはまだ覚えてますか。繋いでね、いきなり告白しゃべ。
あ、ダメだったんだよ。もう手繋ぐだけで分かり合えた、うん、誰が告白生っつったやつ。俺だよ。お互いを知るチャンスも増えた。ここからは大丈夫でしょう。もうバッチリだ、この先は。ゴミも拾ったし、毎日のようにお互いの趣味、日常などをいろいろ語り合っていましたね。ここ選べなかったことじゃない？あれ、イヤホンとか選ばなかったからか、うん、そうだ。いやーマジか。ここは大丈夫でしょ。ここはあの二人寄り添ったとこだ。寄り添った、うん、ここはバッチリだ。喧嘩する時君はあれ。折れたよ。僕隣に行ったよね。やっぱ中岡の話聞いたのが悪かったかな。一発目の選択肢が良くなかった。たまには私の愚痴を聞いてほしい時もありますね。一発目からだ、隣行かなきゃいけなかったんだよ。それは分かっているが、それは分かっているが、あとの祭りか。お前に言われたくないし。それでもいつもそばにいてくれて話を、ほら合ってた、うん、合ってた合ってた。ここはな、正しかったな。よしよし、これさ、うん、え、この手紙のラストにあるのは、うん、それじゃあバイバイじゃないの？いつもありがとうの終わりじゃないの？これ終わった後の手紙じゃない？書き置きを残して出てったみたいな。違う？だってこの手紙があるのおかしくない？うん、隣で話せよみたいなさ。これで、うん、いつも感謝の言葉を綴った手紙かもしれない。じゃあその後帰ってくる、うん、買い物袋持って。そうそうだよな、うん、今日結婚記念日じゃない、や付き合って1年目3年目か、記念日とかなんだよ。そうそう、これ何、それしおりじゃない？あ、しおりか、うん、本に。そっかそっか。当然ですが私たちにもいろいろと欠点があります。はい、こんな手紙残す。でも二人のバランスの取り方が分かってるからこそ、私たちは片方に全てを背負わせることができなかったでしょう、うん、やっぱりいいことをこう言っ、おい、立っていってるぞ。結婚式の旅行か、下見だ。一緒に行け。行く、下見に旅行。もうそこで旅行でいいか。新婚旅行。下見。突然の手紙でびっくりしましたが、はい、私の気持ちを全て打ち明けるのは初めてかもしれない。分かってあげられなかったんじゃない、はい、最初で最後になるでしょう、うん、ほら別れの手紙だよ、ほらいろいろと学ばれちゃったぞ。さよなら中岡さん。はい、バッドエンドじゃないですか。え、僕メインでいい、次もういいよ、一度、うん、ちょっと下手くそだよ中岡。寿司がどうこうとかさ。やっぱ恋愛マスター、これやんないといけないんだ。そっか、同じゲーム。いや違う違う違う、一つ一つやっていかなきゃいけない。はあ、なるほど。うわ。